武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、いくつかパターンが、ありまして、医学部医学科総合、理工の、数理情報、に関しては120分で大問が4題で、こちらは、共通問題が大問3つで、1つだけ、それぞれ別の、問題となっています。で、総合理工の数理情報以外の、学部に関しては大問3題で時間90分、そして教育生物資源科学部、に関しても、時間90分で大問3題という形になっております。で、問題は全て記述で、回答する形となっています。で、問題の難易度、についてですが、医学部医学科の単独の問題ちょっと難易度が高く、またあの総合理工の数理情報もそれ以外の 学科や教育生物資源と比べると若干難易度が高めにはなっております。なのでこちらの2学部2学科、まあ、2学部学科を受ける場合には、まあ基本的にキャンパスなどまではしっかりやっておいた方がいいと。国公立標準問題でキャンパスですね。要はレベルでいうマーチレベル程度はしっかりやっておいた方がいいでしょう。大問完答できなくてもいいのであれば、まあ、日大の発展である入試筆記いろはなどをやっておくだけでもある程度の点は取れるとは思います。で、それ以外のまあ総合理工の数理情報以外と教育や生物資源、教育生物資源科学部に関しては、まあ、先ほど言った入試筆記いろはやっておけば合格点までは十分いけるとは思います。ただこちらに関しても完答したい場合には国公立標準問題集キャンパスをしっかりやっておいた方がいいでしょう。で、医学部医学科の単独問題に関してはそこまでやっても完答できない可能性が、まあ、多少あります。なので確実に完答したいのであれば総計レベルまでやっておいた方がいいと思いますが、ただまあこれに関しては正直、必須かと言われると、まあ、余裕があったらやるぐらいのもので構わないとは思います。で、どの問題も記述、主体にはなっておりますので、図示するような問題、証明するような問題、が、かなり多くなっておりますので、こちらに関して、しっかり、説明、できるように、まあ、練習をしていきましょう。で、センターの、数学だけで乗り切れる問題はなくはないんですが、それでも記述が書けないと結局点数はもらえませんので、まあ、センター以降の勉強に関してはできるだけ記述論述の対策をできるように心がけてください。以上が数学の勉強となります。